ああ、ほら、やっぱりそうだ。よしよし。あ、これ脱出口じゃない？ここに乗るんじゃない？え？あ、オッケー、来た。僕は考えるスチームで面白いゲームはどこ？私は考える500円以下で買えないかと。自分ではわからないから買ってる人のプレイを見た。これなら私にもできる。とても面白そうだと。それがワンコインディ500円以下のゲーム。いつもワンコインディ火曜日に会える。ご視聴ありがとうございます。ワンコインディスタートです。助けて。ワンコインディスタートです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 。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、夏のホラゲ祭り、ワンコインディバージョン第3弾は、ディスパッチャーやっていきたいと思います。はい、これはおそらく、びっくり系のホラーアドベンチャーだと思うんですが、はい、宇宙のタグが付けられているように SF 作品になってますね。はい、これも非常に楽しみです。410円で、楽しめる、まあ、シングルプレイヤーマルチもありますね。はい、ゲームとなっています。では、第3弾ディスパッチャーやっていきましょう。起動するよ。はい、ではやっていきたいと思います。このデータベースでまずクルーをクリエイトしないといけないっぽい。パイロットで、ネクスト、ここでなんか選ぶ感じ、なんかいろいろ種類があるみたいなんだけど、でここで人を選んで、名前を決めて、だ特殊能力をここで選んでクリエイトする。だこれだったら殴れるみたいな感じ。はいはいはい。でこれで実績のロック解除しました。でこれでユーロでやってみましょうか。でこれでやるとシングルプレイでブロック A でできると。はい。で、ここからですね、ゲームセッティング、バッテリーチャージ一応オンにしようか。インフェクション、ディフィカリティはミディアムにする。ミディアムしようか。でシネマティックモード、シネマティックモードではないか。はい、ここ本番ですね、ここから。さっきのは何だったんだっていう。はい。で、ここで、クラウチ、かがむができる。で、ものがあると。なるほど。さあ、こっから、やつに見つからないように、フラッシュライト、ノート。なるほど。はいはいはい。とりあえずなんか、あんまり多分ライトをやるとダメだと思うんで、できるだけライトは使わないように。これでなんか脱出するみたいなんですよね。これはなんかある？これは下の模様か。マップとかはないか。 M キーはないのか。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。何、ああ、来てる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 。え、うわー、マジか。やられたっていう感じで、逃げながらなんか脱出を図るゲームらしいんで、ね、はい、もう一回ちょっとやってみましょう。ちょっと無限のバッテリーチャージを選び、ちょっとイージーにさせてください。スタート。はい、もう一回行きましょう。もうここで脱出できるっていう話だけどな。
とりあえず行きますか。またここにいたよね、さっきね。あ、ビリビリした。なに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 、え、なんかビリビリしたよ。あ、なんかいけないいけない。え、今のビリビリは何だったんだろう。謎だな。え、やられた。またリスタートかい。難しいな。ユーロチャンネル、ちょっとイージーで、イージーでシネマティックモードで。あれ、なんか場所が変わってる。なんか見たことのないような場所になってんな。お、なんか撮ったぞ。これはなんだ、これは使用できるのかな。使用できた。ファーストエイド。あ、薬だったんだ。あ、ヒットポイント回復の薬なんだ。なるほど。はいはいはい、いいキーで取ると。オッケー、だんだんちょっと分かってきたぞ。めっちゃ薬折ってるじゃん。ヒットポイントっていう概念もあるんだな、これ。だからさっきやられたけど、あいつから多少攻撃を受けても、多分。2発やられたらダメなのか。難しいな、このゲーム。ちょっとイージーで、もう一回。お、またなんか違うところから。ああ、そうでもないか。まあとりあえず行きましょう。めっちゃ薬は取れるな。ここでこっちから出てきたよね、さっき。ガンガン薬を取る。さあどこだ。とりあえず怖えけど行ってみるか。うわー、またビリビリだ。ビリビリが予測できない。やばいかな、動けないんだよな。よし、いけるか。足止め食らったけど。お、こっから脱出できる。できない、できないか。脱出口はどこなんだろうな。もういないな、誰もいない。これマップが分からないからな、なんとも言えないな。こっちから行こうか。怖怖すぎる。よし、誰もいない。ここは出れない、出れないね。え、ここ最初のところかな。お、下に行ける。よし、取ったぞ。なんか違う、すぐ間違える。何を取ったんだ今。こっち行けない。あ、ここでセットするのか。あ、そうだそうだ。で、物品庫がある。物品庫あるけど何も取れない。怖いな。なんか合わなくなったな。イージーだからかな、そんなにいないのかも。怖っ、これ緊張感あるね。なんか汗かいてるわ。え、なんか画面が止まった。
え、フリーズした。失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。毒ガスにやられないように行く。ああ、そうかそうか、ここに行ってしまったらダメなのか。ああ、なるほど、分かってきた。分かってきたぞ。あ、ここは通れない。あ、通れる通れる、ここで通れるはず。 OK、 ちょっと閉めて、なんか取ったよね、ノート。あー、これはキャプチャートゥーテキストでやらないとダメか。3日間すぐに返事をしてオフィスから出てこなかった。モンスターと感染について話している。何もなんかないですね。自分のなんか現状を教えてくれてるような感じでしたね。とりあえず行きましょうか。怖いな。とりあえず慎重に行きましょう。お、また何かあったぞ。なに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 、今のダメなんだ。開けたらダメなの。で、ガンガンアイテムを取り、お、また新たに取った。うわー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。今なんか火の玉が追ってたぞ。どういうことだ。ちょっとノート見ますか。ノート13。あー、わからんわからん。うわー、なんか見てるな。あ、向こうに行った。よしよしよし、あいつについて行ってみようか一回。おお、なんか向こうに行ってんな。ガー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 言ってるけど、お、いいね。あいつについて行ってみよう。あ、なんか違うところに行ったぞこれ多分。来るなよ来るなよ。あそこを曲がった。ただ徘徊しているやつっていうだけかもしれないけど。うわー、なんだなんだなんだ、うわー怖えー、なになにこれ、人が死んでるよ、怖い。いきなりなんか怖くなった。あんなリアルなやつある。あー、でこれ赤外線があるからいけないのか。シューシュー言ってんな。うわ、シューシュー来た、シューシュー来た。こっち来んなよ、こっち来んなよ。うわ、来た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 、やばい、もう越えていけー。あー、無理かー。ちょっとあまりにも難しいんで、最初の設定のところでノーエネミー、敵なしにしたいと思います。イージーよりも簡単な敵なし、これでやっていきたいと思います。はい、ディフィカリティのところはですね、ノーエネミーがあるんですよ。これでできなければもうクリアできないでしょ。ただの敵なしの脱出ゲームですからね。はい、皆さんに脱出するところをお見せしたいという一心でやりたいと思います。もうホラゲ祭りとかいい、とりあえずクリアすることを考えよう。はい、まあ多分マップの構造は何パターンか用意されてると思うんですよね。で、始まる位置とかも違う。で、こういうところ開けるとアイテムが落ってきて、まあ別にこんな取らなくていいんだけど、全然その懐中電灯も無限だし、まあまあ取っていって、はい、ここは突然フリーズする毒ね。フリーズするっていう仕様なんだよっていう感じですよね。はい、もう警報器とかも関係ない。で、ファックするんですよね。なんか右クリックを押すとファックする。それもやりながらですね、やっていこうかなと思います。
はい、この毒はうまく避けたら別に避けられるんで OK。 もうなんか慣れてきた、さすがに。で敵もいないからもうなんか引っかかることはない。あとは脱出するだけなんだけど、はい、これを取ります。これね、多分ね、扉を開けるためのカードみたいな感じだと思うんで、あ、ボタンが。さあ、でマップがああやってあるんですけどね、全然そのマップを見ても分かりにくいんですよね、これ構造が。蒸らした構造が分かりにくいんですよ。でこういうところ開かないんですよね。はい、でこうやってもうかなりノートも取ってるんですけど、まあ日本語がわからないのでキャプチャーツーテキストでやるしかないということで。でもね、これでもね十分怖いんですよ。現れないんですけど、なんかね、ところどころでね変な死骸とかがあって、こんな感じで今右にありましたよね。でダッシュとかもできるし、まあまあ自由にはできるんですけどね。さあさあ、もう多分なんかその扉を開けるためのアイテムを取らないといけないんだよな。それをね取るんですけど、まあ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 ノートも取りつつやっていくんですが、見つかるんだろうか。これだからあのノーエネミーでやっても割とそのこういうところ、ほらこれね、めっちゃ怖いじゃないですか。こんな死に方する、まあエイリアンにやられたと思うんですけど、はい、ここは行き止まり、あ、そうそう、でこのキューブ、このキューブを取って、おそらくこれ赤外線がさっきありましたよね、その赤外線のところに持っていくことで、いやいやいや違う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 、そこにぶつけても、いやファックはいい、ファックはいい、ファック押してしまうわ。なんか、あー、これそうか、押しっぱにしないと、あ、ちょっとでも当たるとこれ落ちるんだ、なるほど、はいはい。でさっきのここの奥にあったよな、赤外線のところに、どこだっけ、こっちか、この左のところだったな。あれ、あ、もう一つ向こう、ここか、ここのとこですね。はい、ここに赤外線があったから、これをここに渡して止めるんじゃない。あ、止まらないんだ、突き抜けるんだ。あ、でもここの上に乗ればいいから、真ん中にしてトンとここに乗る、よしよしよし、で渡る。お、うまくいったぜ。はいはい、で先に進むと、お、ここ先に進んだ、初めてだぞ。何がある、あ、扉か。あ、なるほど、このキューブをあそこにつけるんじゃない、4つの。あ、絶対そうだ、ちょっと慎重にいって、うわー、よしよし、これがねなかなか持てない、当たると。でもこれをね敵ありでやるっていうことを考えるとかなり難しいゲームですね、これね。こう敵に襲われるとね逃げようがないんですよ、隠れるところがないんで、走って逃げたとしてもすぐ追いつかれるんですよね。多分これを慎重に持って、あ、あかんな、慎重に持っていってここに多分セットするんじゃない。あー、ほら、やっぱりそうだ、よしよし、あ、これ脱出口じゃない、ここに乗るんじゃない。え、あ、オッケー、来た。え、これは脱出したんじゃないか、多分。よっしゃ、クリアした。なんかノーエネミーでクリアしても嬉しいわ。もう実績も解除したぞ。お、コングラチュレーションズ。You have a successfully ということで、多分クリアした。ここはキャプチャーツーテキスト使ってちょっと読んでみましょうか。せっかくなんで。おめでとうございます。最初の救済レスキューカプセルモデル PS4X1 を使用して正常に脱出しましたって書いてありますね。
リーディングエンジニアが開発したその技術的なに高度なマシンでは宇宙を安全に感じることができます。カプセルを見つける推定確率 0.0404%、株式会社ご協力いただきありがとうございます。フライトをお楽しみくださいということで、脱出できたというメッセージですね。はい。でリスタートがメインメニューが選べるということでしたね。ピンポンパンポーン。はい、実績ですが見てください。これ自分超簡単なあのモードで宇宙船から脱出しましたけど、その逃げるっていう実績ですら 6.3% でね、クリアしてない人が多いんですよね。なんでいかにこう脱出が難しいかっていうことが分かるので、最初はまあまあ超簡単モードでやって、徐々にこう強く敵がいるモードとかバッテリーを消費してしまうモードとかでやればいいんじゃないかなと思います。はい、以上いかがだったでしょうか。ディスパッチャー割とねレベルに自分のレベルに合わせて最初難易度設定できますし、ポイントを振り分けることによって成長要素もあるんで、なかなか面白いリプレイ性の高いホラーゲームかなと。でもねやっぱりね最初怖いです。追われてる時とかやっぱりエイリアンありでやるとかなり怖いんで、まあ明かりを消して暗いところで、プレイすることをお勧めしたいと思います。では、ホラーゲーム祭り第3弾は、ディスパッチャーでした。では、第4弾来週最後なんですけど、ホラーゲーム、夏のホラーゲーム祭りやっていきたいと思いますので、またご視聴お願いします。ユーロでした。バイバイ。